まずあのサメが普通にいる。タタセイタ。よい、あ、重い重い。チャンスだ。畳みかけるぞ。百。行こっか。行くよ。からの。行くぞ。さすがに。そこまでは。任せる。いいね。その程度か。その程度でした。うん。宝箱か。消滅か。まあ、危険度大。あ、これ危険度大なんだ。相手にとって不足はない。まあ強かったもんね。さあ、任せてよ。任せて。そうね。行くぞ。チャンス。続きます。これで終わり。任せるがよい。使っちゃいます。アルゼイドが危険。とくと見よ見よ。奥義。コーディアグラス。セピスうまー。いいね。その程度か。精進するがよい。オッケー。落ちてないね最近。これで全部黒い全街道出るね。まあ帰ってこれるんか。ここでセーブしといた方がいいかね。ここで一旦セーブしときます。よし、じゃあ行きますか。南黒い全街道。さあ、わあ、一気に霧も晴れて天気が良くなりましたね。すごい秋っぽい。で、ちょっと見てみますか。ここは黒い全街道。あ、もうバリアハートなの？へぇー、そうなんだ。んー、で、この橋を境界に私たちは来てなかったっていうことかな。うわー、なんかいいね。色味がいい。ようやくエベル街道を抜けたか。黒い全街道になるな。近かったね。うんうん。バリアハートは貴族連合の一角、アルバレア公が治める町。ほんとね、相当の覚悟いるよ。なに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 。変化の杖でも持ってんの。南側がな、南側なら両方軍もそれほど警戒していない。南側？何何？はーい。なんだなんだなんだ、気になる。はーい。多分終わってるから大丈夫だと思います。セイタ！セイタ！セイタ！奇跡ってさ？チャンスだ！畳みかけるぞ！取り返しがつかないことだらけじゃん。ほら、緊張するよね。参る。参りたい。せい、チャンスだ。付き合い。僕の番だね。敵ユニットの傾向を解析。解析完了だよ。プラティーナバグ。私、せい。待ち。行くぞ。せい。戦闘終了。先に進もう。はーい。いいなあ、雰囲気。さあ。これも倒したい。あ、鳥。なんか鳥になんかついてる。よく見よう。なんだこれ。チャンスだ。畳みかけるぞ。あ、これ種類違う、もしかして。うん、任せて。なんか蝶のような鳥のような謎の物体。トバルさんがナライズ持ってたんだっけ。あ、そっか、これでいけるか。ここは任せた。あとはお任せを。敵ユニットの傾向を解析。かわいい。解析完了です。見かけるとかなり幸運が訪れると言われる鳥型魔獣。ああ、ケセランパサランみたいな。行くぞ。せい、チャンスだ。付き合い。とどめだ。ナイス。うん、からの敵ユニットの傾向を解析。解析完了だよ。目撃するとなかなか縁起がいいと言われる鳥型魔獣。ああ、青い鳥的な。行くぞ。せい。はい、タ、今だ。あ、バスト、誰だ、バスト。見事な連携だったな。ああ、なんとか合わせられたよ。
オーバーライズ溜まった音？違う？あ、マッキーエース。あ、そういえばなんかレグラムでもう一回やるみたいなこと言ってやってなかったわ。あれ、今上位3女性はどうなってる？ここが勝機ですね。溜まったね、オーバーライズ。上位3属性働いとらん。僕の番だね。敵ユニットの傾向を解析。うん、掴めた。うん、任せるがよい。とオーバーライズしたいけど、あ、エマとすればいいんだ。エマもちょっと減ってるし。オーバーライズ。高ブレ。オーバーライズ。高ブレって言ってんだ。かっこいいね。せい。後期。みんな一斉にかかるがよい。了解した。任せて。ガンガン使っていく。我らのイサオシ示せたようだな。おー、イサオシ、なるほどね。さあ、宝箱だよ。そうだね、ハイドロカノン、ハイドロカノン、もう入れるとこないんだよ。ハイドロカノン、 HP を外すか。入れたところで使うかって言うと使ってないからね。フロステッチを外すか。ハイドロカンの方が上じゃない？うん、 S だし。で、今なんかニュー、あ、そっかそっか、これね、消滅ね。バニッシュ、経験値が入るか入らないか問題がちょっと今。へえ、良さそうな釣り場だな。あ、トバルさん釣りすんの？トバルさんも釣りするんですよね。ああ、ま、下手の横好きだけどね。釣りに上手も下手もあるのかな。知識の、まあでも好きっていうのは大事だよね。リンク知ってたんだね、トバルさんが釣りするの。そんな話してたっけ最初。いいポイントみたいだな。いいポイント、トバルさんとする。いや、個人的にはさ、あのエステルとそれロイドくんとリンくんの3人で爆鳥勝負してほしいんですけど、あのまあエステルはさ、もうプロ級なわけじゃん。大好きだし、ロイドもそこそこするみたいな感じだったけど、暇な時あればやるみたいな、もともとやってみたみたいな感じだったけど、リン君は完全になんか竿もらったからやり始めましたぐらいな経験者じゃなかったわけじゃん。からまあエステルに勝ってほしいよねっていう。かなりひいき目っていうのを思ってたりします。それ腕とかいるんかな。力はいるよね、いくらなんでも。私はルアーを回せる体力がないわ、まず。回し続けられる、もうこれ押すのも嫌だもん。連打するのも嫌だもん。なんだこれ。はい、これ大丈夫ですか。新種出ました、ちゃんと。三章、三章号。はい、釣りも楽しんだところで、ここにバグが入りでからの、まあいいか、どこかんでも。まあでもで、このシンボルじゃない子が出る時が怖いんだよね。パンダとか。あ、待って。敵発見、撃破する。俺の番だな。なんかスティックうまいこと言ってなかった。見ろ肩、早め。あ、いいね、風儀。行くぞ。風儀いいわ。光よ、貫け。クイネ、続きます。うん、みんな怪我はない？よし、掴んだ。はい、ピーちゃん出して。トーバルさん、トワルさん、せっかく連れてきたのに全然使ってない。なんか扱い方も全然使ってなさすぎて分かってない。いかんいかん、完全に保護者になっている。あ、また幸運訪れる。さあ、かかってこい。私の番だね。いいよね、一緒よね。スカットリッパー、チャンス。キアリ、マイ、見ろけど、チャンスだ。
もらい出番だな。よっ私の罰。はい行こっか。強いね。危険度低下。やれやれだね。 V だね。 V トバルさんがさシュッてやった後にさラウラのあのゴボッとダメージが減る感じがさすがと言わざるを得ない。バトルスコープ欲しいな。あれ地味に嬉しいからな。さあここにはバグがいるのね。戦いたいですよ。ほい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 。せいおしっこ。こちらの先生私の番だね。スカットリッパーいいね。行くぞ見ろか。はい今だ。もらい任せろ。これ何が効くの。水。あ、さっきのあれ使おうよ。ハイドロカノン。私の番だな。はっ。ほっ。おー、いいね。なんとかなったか。やったか。相変わらず声が割れている。よいしょ。こっちね。よっ、いよ。エスタブレット使わんよね、私ね。使ったことないわ、多分。能力低下受けてもバフでなんとかするか。一気に決めるぞ。うん、任せて。行くよ。大抵掘ってるから。崩れた。スキアリ、俺の番だな。ミノカ、ハヤテ、よし。よし。よし。崩れたぜ。畳みかけるぞ。承知した。倒してほしい。せい。よし。よっしゃ、みんなの勝利だな。おお、やった、聞けた。精進あるのみだ。なかなかの出来ですね。トバルさんとの絡みを見ていない人たち。ラウラかこのメンバーだと。新生薬。さあそろそろ終点も近くないです。私途中の赤い箱ってやったんだっけ。やったよね。瞬殺しすぎて記憶にないだけなんかを瞬殺した記憶はあるけど、まあ大丈夫よね多分ね。こちらの先生押し切ろ。オーバーライト溜まった か。あ、まあでも、あ、待って赤いのいるよ。危ないね、怖いね、カラムフライヤー。スカットリッパーしたいけど、ちょっとここは任せた。うん、頑張るよ。敵ユニットの傾向を解析。解析完了だよ。目撃すると最悪が降りかかるんだ俺の番だな。あんな恐ろしいや。2の方、早く。いや、回避率すごいよね。当たらんよね、なんか。続けていくよ。任せろ。そらそら。うわー、リンク任せるがよい。逃がっ、崩したぞ。もらった。全然当たってないよ。俺の番だな。よし、ほっ。なんとかなったか。ほい。良さそうな宝箱だな。はい、セーブ、行くです。めんどいな。俺の番だ。さっさと片付けよう。なるほどね。ここで初めて会うこともできるか。私はちゃんと会ってきたので、ここで激励をし、さあ、始めて行くぞ。行こっか。どうしようかな。トバルさんとリン君でオーバーライズするか。ここはどうしようかな。スカットリッパーでいっか。エブレレね。あ、ポイントしよう。よし。あれ、あ、待って。こうこうこう。オーバーライズ。いくぜ。オーバーライズ。いくぜ。まずいっか。風、吹き飛ばすか。よし。
あー、エアリアルがない。そうだよ。あや、強い。行くぞ。ミーの肩、ハヤテ。なんで顔しちゃったの。ワンチャンセリフが、あ、一応来るんだ。今のタイミング、バッチリだったな。バッチリだ。ええ、トバルさんのおかげです。やったね。はい。タウロス。タウロスか。あれだよね。行動順が遅くなるけど、そうそう、硬直時間。硬直時間っていうのが、私、アーツと思ってたんですけど、普段からっていうことよね、これね。あ、でもこれクラフトボなんだ。75%。まあ、そのうちかな。他に育てるものがなくなったら、一回使ってみるのもいいと思うけどね。余裕がないね、使うね。さて、こっちに敵がいる。箱がありそう。箱あるからやるか。セイハ、セイハ、セイ。やん。敵集団捕捉。私の番だね。そうね。土ない、入らない。入らない。あ、ここはクロノドライブで。やっ、俺の番だな。ミーの肩、ハヤテ。いいね、出番だな。連打でいいので。行くぞ。後期笑いとどめ。行くぞ。た、出番だ。行くぞ。さて、地道先に進むとし。はーい。あ、宝箱じゃなくって。いいね。何ですか。いいですね。ありがたいよ。さあ、着きました。セーブしましょ。完全に両方軍いますけど。完全に両方軍の人が。こんな近いところで何とかしようっちゅうのは大丈夫なんかな。行きますよ。色仕掛けで行くの？レグラム方面から来たところだ。通行許可願いたい。そうなの、次の列車を待ちきれなくって。うーん。エマだけ焦ってない。あ、あれか、なんだっけ、あのなんか魔女の力でさ、なんか記憶がどうとかって言ってるから、エマもそのようなものが使えるの。何？見ちゃうわ、これは。これは見ちゃうわ。アウディトが言葉にセルミを傾け、メウム。いや、これだって今の感じはさ、あれだよね、あの人もやってたよね。委員長。ありがとう。ちょっとあの、なんだろう、おおうってなる瞬間だね。ありがたいけどね。よし、久しぶりのマリアハートだ。あ、なんかいつものあの子も店番をしている。懐かしいね。ね。表紙抜け。そうそう、クロティルドさんが似たようなことしてて、あれと一緒だよね。
暗示、催眠術。そっか。そうね、だってすごい遠いところから行けるんだもんね。複数の相手には聞かないし警戒される。ああ確かにね、そうよね、目見なさいって言わなきゃいけないもんね。うん、ユーシス、なんか地下道ってあれどこからどこに続いてたんだっけ。あれユーシスの地下に続いてたんだっけ。まあでもさすがにもう使えないか。ルーファスさんここにいるんかな。ずっと軍用艦、軍用艦あれに乗ってんのかな、なんだっけ、忘れたけど。あーこんな感じなの。自宅これ、はあ四大名門ですね。やば、何これ、城だね本当に。なんかもう私にとってはさ、ちょっと部屋の移動するだけでさ、お散歩レベルなんですけど。はあ、これがユーシスのお父さん、ハルバレア公爵。内戦の戦況、完全に貴族連合に傾いている。ルーファスも総参謀として多大な功績を挙げておる。お父さんこんな感じだったっけ、一ん時。なんか車に乗ってたからあんまりイメージなかったな。主導はあの男カイエン。なるほど。あーなるほどね、なんかドロドロしてますね。で誰、あーユーシスだ。ユーシスも行ったしね。あの一件についてはニウエからも釘を刺された。中立勢力への手出しを控える。あーじゃああれはユミルはルーファスさんの考えじゃなくてお父さんの考えだったっていうことか。なんかお父さんに対してこんな感じでいらなきゃ入れなきゃいけないって大変だね。凡人すぎて大変だねの言葉で済ますのもどうかと思いますけど。マラソンしていいかな。マラソンします。アルエットにはあのお嬢ちゃんすっかり人気。ふぅ、アルエットって仕立て屋のあの子、なんか2階かなんかで手伝ってた子かな。ここはちょっと慎重に買わないとまずいですよ。どこで買ったっけ前、百貨店で買ったんだっけ、ここで買ったんだっけ。とりあえず今の私たちはノルドで固めてるから、あ違ったわ、これアルエットちゃんじゃないよね、トゥーリちゃんだったわ。いやーいろいろあれですね。いやこの曲も久しぶりですね。サントラは聞いてるけど。おーここで会話、あそうでした、トバルさん来てるんだここに。手伝い、あーなんだっけ、アルナンチャラちゃん違う。アルエットちゃんだっけ。へえ。待って待って待って、あの
あそこにいた人じゃない？レグラムの宿場にいた人違うか。へー、なるほどね。いいね、トバルさん専用会話あるね。あ、女学生さん。誰だろう。他に人懐っこい。どこにいるの？でも気に留めておくっていうぐらいだから、今なんかどっか行ってんのかな。なるほど。あれ？この人はいつものあの人ですか？ポー男爵だったっけ？あ、だよね。借金してる。そっか、この人のことも言ってたのか。なるほどね。借金してまで買い物しちゃダメだよね。いやでも自分の目で見たいよね、買い物ね、といつもネットでポチってる人が言ってます。頼まれたもの、武器、まあ装備系はおいおいかな。2が出だした？そうでもない。装備数、所持数、まあちょっと後で考えよう。スターコーツある？ないね。オッケー。なんか熱くなってきた。ん？宝石、宝飾店、こっちから先行けんちゅうことか。え、切るじゃん。まあまずびっくりマーク外していこう。その前にちょっと熱い。